トーマス・ブラウンはアメリカ合衆国の政治家。第2代フロリダ州知事。バージニア州ウエストモーランド郡に生まれる。米英戦争に従軍し、その後リッチモンドで郵便局長となる。1828年、一家と共にフロリダに転居した。ブラウンはホイック島に入党し、1834年にはフロリダ準州の監査役。1838年には、 立法評議会議長、1839年には憲法制定会議のメンバーとなり、1845年には最初のフロリダ州議会議員となった。知事としてブラウンはフロリダ州の交通システムの改良に取り組んだ。また、彼はフロリダ州の教育の進歩が遅れていることに不満を抱いていた。1853年1月6日、彼は 高等教育に公的支援を提供する法案に署名した。オカラのイーストフロリダセミナリーはこの基金を使用する最初の学校の一つであったが南北戦争のためすぐに閉校した。1866年、イーストフロリダセミナリーはゲインズビルで再開した。それは後のフロリダ大学となった。タラハシーのブラウンの破壊し、2007年。 ブラウンは60年間以上フリーメイソンの会員として活発に活動した。ブラウンは1867年8月24日にタラハシーで死去した。死後タラハシーのオールドシティセメタリーに埋葬された。1834年、ブラウンはタラハシーにホテルを建設した。ホテルはアダムス通りの西より、ペンサコーラとラファイエット通りの間に位置し、ブラウンズインと呼ばれた。 1839年にはザシティホテルとして知られ、1840年にはアデルファイと呼ばれた。その後はモーガンホテルと呼ばれ、1886年に火災で破壊された。ありがとうございます。